英検3級の模擬面接です。電池が取れるのかどうか見てみたいと思います。 Please read it aloud. Read it aloud. Number 3. How many cups are on the table? Number 4. What do you like to do in your free time?おー、やばいよ、またこれコメントが荒れるよ。ユーテラの、はい、ユーテラのやつです。はい、東大始まりました、もちちゃんです。さあ、ソロさんやっても来てもらったんですが、今回やるのはですね、英検3級の模擬面接です。はい、なんかね、いろいろ英検3級も取れないだろうみたいなね、5級4級だとかって言ってたんですけど、さすがに単語とかは取れてくれると思うんですよね。さすがに、まあちょっとライティングも見たいんですけど、まあいずれライティングを送ってもらうとして、はい、とりあえず心配というか、まあ受かれるか受かれないかの分かれ目になるのは3級でって言ったら、やっぱりもう面接だろうということで、はい、なのでちょっと模擬面接やって。いきなり病気ですか。いや、出して。普通に風邪ひいてるだけなんで。はい。ちょっと、電池が取れるのかどうか、見てみたいと思います。はい、では、行ってみましょう。最初は、こう、本当はね、こう入ってきてもらうところとかあるんですけど、まあそこはいいと思います。で、Can I have your card, please? って言って、カードを渡してください。はい。はい。で、こうやって、で、Please sit down とかって言って、こう座ってもらうわけですね。で、座ってもらって、はい。で、My name is Tetsuya Morita. Can I have your name, please? My name is Sarah Hanekawa. Okay. This is the grade 3 test, okay? Okay. Okay, so how are you today? I'm tired. Tired? Okay. Alright. Let's begin the test. Here's your card. で、カードを渡されます。ただまあ、今回は紙持ってきてないんで、デジタルになりますけど。カード、そうです。Here's your card って言って、カード。で、まず音読がありますんで。で、最初準備時間があるんで。Please read the passage silently for 20 seconds. なんで読む感じですか?準備です。あ、はい。Please read it aloud. Read it aloud.はい。え、音読?すいません。はい。The Omni Type of Radio Program. 小さすぎる。もっと大きい声で。The Omni Type of Radio Program. People usually enjoy listening to sports or their favorite music. You can also learn foreign language on the radio, so it's very helpful.Okay, now I'll ask you 5 questions. Number 1, please look at the passage. What can people learn on the radio? Radio. Number 1, please look at the passage. What can people learn on the radio? Radio. Okay. Number 2. Please look at the picture. What is the man going to do? Reading newspaper. Number 3. How many cups are on the table? Snap table.Number 3. How many cups are on the table? Okay, now please turn over the car and put it down. 裏返しますね。はあ、はい。Number 4. What do you like to do in your free time? Free time.Number 4. What do you like to do in your free time? Speak.
Number five, have you ever played sports? I play tennis. Okay, this is the end of the test. Can I get the car back, please? Okay, これで終わりです。さあ、どうでしたか？やってみて。いや、喋れないもんなんですね。喋れないもんですね。早急ですよ。だってまず、音読ですね。はい、どう、ちょっと、これ。How many type of radio programs? まず、タイプス、S 読んでないですね。タイプス。はい。これも英検側の狙いですから、これは順2も2級もそうですけど、タイプス、S を読まないっていう人。で、ラディオじゃないでしょう。レディオ？レディオですね。レディオ。A です。レディオじゃないです。レイディオです。レイディオ。レイ、A、A です、これは。あ、はい。はい。レディオプログラムズ。はい。で、なんとか？プログラムズ？の、その後ろでしょ。はい、ここは？ああ。People usually enjoy listening to sports, sports of their favorite music. オアです。オブではありません。オア。で、その後ろが？You can also learn foreign language. Foreign language. これ、on the, これは何ですか？ Radio. Radio. これは、この単語は？ For. 嘘でしょ？あなたの大学は、なんて大学ですか？外大。そうですよ。あれ？関西外国語大学なのに、外国語って知らないんですか、英語で。あ、知ってます。いやいや、知ってないじゃん。読めてないじゃん。Foreign ですね。Foreign languages。外国語ですよ。Language 読めましたか？ Language。言語？ Languages ですね。で、on the radio。で、はい、最後は？ So it is very helpful. はい。Helpful 意味覚えてますか？前回やる。助ける。やったのに棒を忘れてしまった。え？前回の動画で、やったじゃない。助けるじゃなかったっけ。昨日の動画。いや、もう助ける、間違いではないですけど、役立つ、ね。あ、役立つ。とても役立つ。はい、そうです。前回の動画っていうか、昨日出てる。見てもないです。もう見てなくていいですけど。ということです。はい。で、その後に文章に基づいた質疑応答があります。そこで、Please look at the passage で、What can people learn on the radio? というふうに言ってて、意味はどういうんですか？え、ラジオ。ラジオ ?What can people learn on the radio? はい、どういう意味ですか？何言ってんの ?What can people learn on the radio? ってどういう意味ですか ?What can... 説問の意味はなぜラジオを聞いているのなぜラジオを聞いているのもう、やばいよ。またこれコメントが荒れるよ。What って何ですかなぜ何 ?What がなぜなわけないでしょ。何何ですね。はい、何 ?What can people learn? だから。どういう意味 ?What can people learn? って。Learn。よく、can. リスニング得意とか。Learn はどういう意味ですか ?Learn 知らない。つながる違うか。つながるこの単語ですよ、Learn って。これね。はい。あれなんだ本当に中学単語。さすがに英検3級の語彙問題は大丈夫だろうって思ったけど、危ういな。learn 知らない。学ぶを知らないんですね。学ぶ。はい。はい、で、だから答えは何ですか ?What can people learn? ラジオで何を学んでいる？ラジオで何を学んでいる？学んでいるじゃない、can でしょ。ああ、can、うん。聞いている ?can ってどういうですか ?can っていろいろありますよ。いや、いろいろありますよ、じゃねえよ。いろいろあるけど、いろいろあるけど、どうですか ?What can people learn? の時は。はい。はい。の場合は ?can の場合は。ここと同じなわけで、そもそも。3文しかないんだよ。3文しかないのに答えられない。はい、ここ。ラジオで、何を学べますかって言ってんだから今ここ訳せばいいんですか訳すんじゃない違うよ今説問に対しての答えを言わなきゃいけないのにずっと無言で何にも答えてないじゃん答えは何を学んでるんですかダメですこんな
they can learn foreign languages って言えばそれで正解です。ああ、言語を聞いている。聞いているじゃないです。学ぶです。学んでいるじゃないです。学ぶことができるです、can は。can はできるっていうのは大丈夫ですか？はい。本当ですか？それすら危うくなってきてビビるわ。ラジオで外国語を学ぶことができるっていうのが正解です。で、産休受ける方ね、もし参考で見てるんだったら必ずね、people って言ったら they に変えなきゃいけないとかっていうのが問われるポイントです。で、次が please look at the picture. What is the man going to do? 男性がするのはニュースペーパー。じゃあ、ニュースペーパーは動詞じゃないですよ。何をしますかですよ。リスニングじゃない。リーディング。そう、さっきもだからリーディングって言ったらそれ ING 系になっちゃうじゃん。リード。違う。まあまあまあそうなんだけど、だって What is the man going to do? ですよ。これどういう意味ですか？父親は。なんでマンが父親なんだよ。男性は。うん。何をし。Going to do は。まあ、going to。うん。どこで。どこ。違う。Be going to っていうのは。Be going to 知らない？え？わかるんですけど、どこどこへ行く。違うよ。Be going to do。本当に知らないですか？え、いや。中学校1年生。いや、下手すれば今小学生って習うでしょ。知ってると思うんですけど。知ってると思うとかのレベルではありません。あれ？なんで？うん。Be going to do です。何々する。これ未来のことを表す表現ですよ。はい。だから男性はこれから何をしますかって答えるときは、Be going to do を使ってください。その形を使わなきゃいけないので、はい。うん。はい、彼は、He is going to read、うん、newspaper. あ、じゃあ、read of? じゃあ、in. は read a newspaper. Read a newspaper. なんで read in ってニュースペーパーの中で読むんですか？はい。How many cups are on the table? テーブルの。うん。How many は？どういう意味ですか？How many って聞いたことない？はい、一応。はい、一応ってどっち聞いたことあるのかない？あ、あります。H-O-W-M-A-N-Y。何言ってるんだい？はい。ね、さあ、どういう意味ですか？How many は、はい、どういう意味？ How many cups ですよ。How many cups are on the table? 答えは？ How many？ はい。How many知らない。いや、もうやばいよ。11なんだって、はいが。11。はい、で、メニューはいくつっていう意味ですね。から答えはいくつ。あ、じゃあ答えてください、英語で。How many。 あ、英語で。当たり前です。この試験は英語でしか答えていません。試験中も日本語喋ってたから全部減点されちゃいます。 How many people。 How many people じゃねえ、 How many cups だよ、はい、How many cups。 How many cups are on the table だから。 How many toえ、いくつ乗ってますか？ 2 カップ。はい。だから、答えるの。How many? なんで How many で答えるの？いくつですかって出して、いくつですかって答えるのおかしいでしょ。2カップ。2カップ are とか、2カップ are とかってつけて答えてください、ね。はい。主語同士にするっていうのが一応英検3級のポイントです。この時点でも衝撃ですよ。英検3級っていうのは中学生用の試験ですからね。4番ですね。What do you like to do in your free time? さあ、これはどういう意味ですか？あんたが、うん。フリータイム。うん。空いてる時間？うん。何をしてますか？Do you like to do だよ。何をすることが好きですか？で、なんで何にも答えなかったんですか？無言でしたけど。答えてください。はい、英語で。そんなむずくないでしょ。I like play the piano.、うん、I like to. I like to play. Play the piano? はい。I like to play the piano ですね。嘘つけ！ピアノ弾いてたんですよ。違う違う、弾いてた。今の話ですよ、だって。うん、まあ、ちなみに嘘で全然構わないですからね。あ、全然そうなんです。そうですよ。あなたの特技じゃないですか。うんってうなずくんじゃないよ。そこ。え、何があるんですか？いや、だから嘘で全然いいんですよって言って、あなたと特技じゃないですか。うわ、ダメでしょ。全然違う。それ。全然違う、はい。次、Have you ever played sports? っていうのは？あなたは、うん。スポーツ何しますか？違うよ。Have you だから。
sports 何しますかじゃない Have you played? Have you ever played? だから Have you ever played? 分かんないか Have you なんて How many 分かんなくて Can 分かんなくて Be going って分かんない人が Have you なんか知らないか現在完了ですね現在完了って言うんですか何何したことがありますかですね Have you ever played? スポーツしたことありますかで I play tennis、うん、だから I have played tennis ですねって言えばテニスをしたことがありますとまあでも I play tennis でも答えとしては今でもしてるからまあそんな罰にはならないとは思いますかという感じでございましたこんな感じで、件出てきますのでぜひとも3級受ける方はこれを参考にしていただければと思います中1からやり直しですねいやだから本当にターゲットなのは中学だよあれからやんないと無理ですね中学単語多分全然知らないと思うのですげえななるほどありがとうございましたはいご視聴ありがとうございました Thank you for watching 勉強してくださいはいしてますしてないだろうこのレベルで勉強してるに入らないでしょ